うおおでかいですわ。今年の落花生すごいね。三室さんの落花生は一日の寒暖差が大きいことで生まれる甘みが最大の特徴。今年は13の農家が栽培しています。特産品の美味しさを広げようと、町内の居酒屋やレストランなど20の飲食店がそれぞれ工夫を凝らしたメニューを提供するイベントが開催され盛り上がっています。こちらのとんかつ店が作ったのは、早速いただきます。ピーナッツの香ばしい香りがしてカリカリです。オーブンでローストしたピーナッツを砕いてパン粉に混ぜて揚げたとんかつ、独特の香ばしさが広がるカリッとした衣が食欲をそそります。地元で生産しているということを、広く知っていただくためには、やっぱり何かこういうのを作って、お客さんにこういう食べ方があるんですよっていうことを、知らせたいっていうことですね。こちらの店ではピーナッツが入った濃厚なタレと肉味噌が絡み合う汁なし担々麺を特別メニューとして開発しました。このイベントでは参加店舗20店のうち3店舗を巡り、特製メニューを注文すると抽選で商品券などが当たるといいます。道内では珍しい落花生ですね。それをですね、やっぱり目黒の特産としてどんどん広げていきたいと思ってます。町自慢の特産品を PR しようと工夫を凝らし作り上げた個性豊かな料理の数々。このイベントは20日まで開催されています。